皆さん、こんにちは。今日は香田真さんのことについて紹介します。まずは香田真さんの経歴とプロフィールから紹介します。歌手の香田真さんは2012年に芸能界から引退しましたが、今はどうしているのでしょうか。引退理由を調べてみたところ、実は辛いことが起きて芸能界を引退していたことが分かりました。また、以前は料理店を経営していた香田さんですが、そのお店は閉店したとの噂も。今回は香田真さんの引退その後について詳しくご紹介します。香田真さんは NHK 紅白歌合戦やバラエティ番組に出演していた人気演歌歌手でした。持ち前の明るさとお茶目なキャラクターでお茶の間に親しまれていましたが、突然引退を発表しファンを驚かせました。今は何をしているのでしょうか。なんと現在、香田真さんは福井県の美浜町佐垣にある徳勝寺というお寺で僧侶として活動しています。お寺に参拝に来た檀家さんたちに催促されれば御朱印も書いてくれるようですよ。御朱印ブームですから、香田真さんがお書きになった御朱印はとても人気が出そうですね。すっかりお坊さんになった香田真さん、聡明鉄心幸運というそうで、僧衣姿もとてもお似合いになっていますよね。僧侶として僧衣姿でマイクを握り歌を披露されることもあるんだとか。その後は書家としても活動しておられるようで、個展なども開いているそう。御朱印の字もとても達筆でした。僧衣姿でご自身が描かれた絵画とお写真を撮られていますから、書道だけではなく絵画もたしなまれているのでしょうか。アーティストとして僧侶として二足のわらじをどうやって両立させるのが模索中だそうです。ぜひ頑張ってほしいですね。香田真さんは2012年にひっそりと芸能界を去られています。あまりにも突然の引退で理由も明かさないままだったことから、様々な憶測が流れたようですが、実際の引退理由は何だったのでしょうか。2015年にインタビューに答えた香田真さん、そのインタビューによると、引退理由の一つは思い通りに歌えなくなってしまったことだそうです。バラエティ番組で活躍して多忙だった香田真さんは、忙しくなるにつれだんだん思う通りに歌えなくなっていったといいます。バラエティ番組に出演することはあくまで歌手活躍のサポートであって、本業は歌手だという信念を持っていた香田真さんは、きちんと歌手として歌うことができないのなら引退するしかないと考えたそうです。そしてもう一つの理由は精神的に追い込まれていたことだったそうです。歌えなくなってしまったことで、ますますバラエティ番組の仕事が増え、歌えないことをトークなどでごまかしているのが苦痛になってしまったそうです。そしてそもそも歌手なのにバラエティ番組では面白いことを求められたり、面白くないと世間に叩かれたりすることが辛かったようで、精神的に追い込まれていったと話されています。当時精神科にも通院していたそうなので、かなり深刻な症状だったのでしょうね。芸能界を引退した後、香田真さんは2014年9月に古民家ギャラリーカフ森林、お生まれ故郷の福岡県で開店します。ここは再婚された奥さんと2人で営んでいるそうで、森林というのは奥さんのお名前でしょうか。香田真さんは歌手になる前に板前の修行もしていて、なんとマグロの解体までできる腕前の持ち主なんです。ですから引退した後何かできることはと考えた時に、やはり料理の道を考えたんでしょうね。お店では多国籍料理を出していたそうです。演歌歌手だったので日本料理かと思っていたら、多国籍料理とは意外ですね。エスニック料理がお好きだったのでしょうか。お店は香田真の名前は一切出さず、本名の鷲崎浩二さんとして営まれていて、そこに覚悟を感じますよね。お店は完全予約制で開店時間も短い。お値段も1人前でランチコースだと3500円、ディナーコースだと6500円となっていて、少々お高めの設定。都会でも高めですが、福岡県の田舎町となると、いくら近隣に飲食店がないとはいえ、そうそうお客さんが来るとは思えません。しかも居酒屋や小料ではなく、エスニック料理ですから、お年寄りの
多い田舎では流行らなかったのでしょう。芸能界引退と同じく、お店の方も近隣に知らせることなく、ひっそりと閉店したようです。フジテレビ系クイズ。ヘキサゴン2の陳海東でも人気の演歌歌手、倖田真が8月中旬に離婚していたことを明かした。子供の親権は倖田が持ち、元妻の母親が同居して、身の回りの世話をするという、帰ってきてくれるのが一番いいけど、と復縁願望をもちらつかせているが、この経験は歌に活かせるか。倖田は16日、都内の所属事務所で会見。二人の間にすれ違いがありまして、僕が仕事に追われて、ストレスの吐け口が家に来てしまった、愛想を尽かされたんです。僕が、と戦いを語った。離婚話が持ち上がったのは昨年4月、1年以上かけて話し合ってきたが、8月中旬に自身が離婚届に判を押し、元妻に手渡した。慰謝料は派生しないという、神奈川県内のマンションに引っ越し、9歳の長男と7歳の長女を転校させたが、別れた妻の母親が住まいのある秋田から上京、同居して身の回りの世話を引き受けてもらった、子供が大好きで一緒に過ごしたかった、お母さんが理解してくださったし、奥さんも子供に会いに来てます、と倖田、奥さんには幸せになってほしいし、感謝もしています。僕みたいな男より、もっといい男性を見つけてくれれば、と語りながらも、帰ってきてくれるのが、一番いいですけど、と本音も覗かせた。大人の男女の関係を歌う演歌の世界をまるで血でいくかのよう、復縁の可能性は、元演歌歌手で元俳優の倖田真さんは2度結婚しています。倖田真さんの元嫁と現在の嫁は一般女性です。今回は、倖田真さんの元嫁と現在の嫁について紹介します。元演歌歌手で元俳優の倖田真さん、現在は実業家で、故郷で料理店を経営しているそうです。そんな倖田真さんは、1998年に最初の結婚をしています。お相手は、7歳年下の一般人女性だそうです。1998年といえば今から21年前、倖田真さんは現在53歳なので、30歳の頃に結婚したということになりますね。倖田真さんと元奥さんの馴れ初めについて調べてみましたが、情報が見つかりませんでした。倖田真さんの元奥さんは、三船敏郎さんの遠縁の7歳年下の現 OL で、倖田真さんと同じ誕生日だということだけが分かっています。倖田真さんと元奥さんの間には、長男が1人、長女が1人の、計2人のお子さんがいるそうです。2009年時点でのお子さんの年齢が、長男が9歳、長女が7歳、なので現在は長男が20歳、長女が18歳ということになります。2人のお子さんは現在、元奥さんが引き取っていらっしゃるそうです。倖田真さんが離婚したのは2009年、離婚理由は、倖田真さん曰く、2人の間にすれ違いがありまして、僕が仕事に追われて、ストレスの吐け口が家に来てしまった、愛想を尽かされたんです。僕が、と語っていらっしゃいました。当時の倖田真さんは、地方コンサートや、バラエティ番組の収録などで忙しく、家を空けることが多かったそうです。そのことで2人にすれ違いが増え、離婚する1年前に奥さんから離婚を切り出されていたとのこと。どうやら離婚するまでの1年間、2人の間で話し合いが続いていたそうです。そのことについて倖田真さんは、仕事に追われて家で構ってあげられなかった。自分が疲れていると怒鳴ってしまったり、ゆっくり話せなかった。愛想を尽かされたのかな、と反省。しかも奥さんに離婚を切り出されてから、倖田真さんは辛労で体重が5キロ減っていたそうです。離婚後は、帰ってきてくれるのが一番いい、と語っていた倖田真さんでしたが、その願いも叶わったみたいですね。倖田真さんは離婚し、2012年に芸能界を引退してから、11歳年下の一般人女性と再婚したそうです。再婚相手の女性は、元モデルとのことです。倖田真さんと現在の奥さんの馴れ初めについて調べてみましたが、馴れ初めらしきものが見つかりませんでした。しかし、倖田真さんが離婚した5ヶ月後の2010年3月下旬に、沖縄の石垣島で
高田新さんと現在の奥さんのデート姿が目撃されていたそうです。そこには高田新さんのお子さん2人もいたようで、レンタカーを走らせ4人で島を回っていたとのこと。お子さんたちは現在の奥さんらしき女性と仲良くじゃれ合っていたみたいです。この女性の正体について芸能関係者は、関西在住の W さんだと思います。高田さんとは数年前からの知り合いだそうで、スタイルが良くモデル関係の仕事をしていて、高田さんの地方イベントなどにもよく顔を出したりしていますよとのこと。どうやら高田新さんとその女性は古くからの友人で、2010年から交際に至ったみたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。